うまっ。おお、じゃーん。今日は今からですね、バス1台貸し切りまして30名ぐらいでツアーに行きたいと思ってます。行き先は6個ですね。みんなでワイワイ行ってまいります。まずは早速観光に行きたいと思います。メリケンですね。移動してまいりました。こちらね、メリケンらしい街並みですよ。神戸のマークもありますね。あそこで皆さんお写真撮られてます。私はね、関西人なんで撮るぞっていうところまでのモチベーションはないですけども、せっかく来たのでね、あちらでスタバでも飲んで少しちょっと観光を楽しみたいと思います。メリケンパーク、神戸ポートタワーや神戸海洋博物館、 B 神戸モニュメントなどが揃う神戸を代表する観光スポット。メリケンから移動してまいりまして、今度は中華街ですね。神戸の中華街、これはまあ私もね結構何度も来てますけども、動画で撮ることもないですし、せっかく来たのでちょっと撮ってみたいと思います。ディナーの時間もあるから食べ歩くと微妙なんですけど、一口ぐらい何か食べたいと思います。なんか美味しそうではあるけどね。はい、やばいな、食べたいな。どうしよう、うまそう。いや、ちょっと今検討します。とりあえずちょっとね、さっきランチ食べたところなんで控えめに小籠包いただきたいと思います。うまっ、うまいよ。この揚げ餅もいきたいと思います。うまい。ごま団子いきたいと思います。うまい。美味しそうな店発見したよ。もう俺が好きそうな店。アメちゃんがいっぱいあるよ。アメちゃん氷もあるけど、とりあえずイチゴ、イチゴ頼んだ。うまいよ、アメつくんだね。じゃあ食べましょう。いただきます。うん、おうまい。アメが攻めてくる。次は、はい、行きます。まだ食うかと。じゃあいただきたいと思います。どんな感じでしょう。あ、もう、おいしい、おいしい。エキシブ六甲サンクチュアリヴィラ、異国情緒あふれる神戸六甲の緑豊かな自然に包まれた天空の聖域。客室8棟すべてヴィラタイプの会員制リゾートホテル。はい、やってまいりましたよ。行きますか。なんかもう全部同じようなね、見た目に見える。なんかかっこいいよね。サンクチュアリ、かっこいい、うん、かっこいいね。このロビーはフリードリンクらしいの。なんか飲もうか。ぶどうジュースやってまいりましょう。いただきましょう。うん、ぶどう。じゃあほら、外も出れるよ。いやー、 あ、なんかあそこはなんかおしゃれだね。あそこレストランでしょ、多分ね。ははっ、山々でした。お部屋はね、なんか別のとこにあるみたいですね。山の上の方だから冷える。今回ね、お部屋は6号棟。なんかいいですよね、こうやって分離されてるのも。じゃあ入っていきましょう。よいしょ。おお、こんな感じになってるか。部屋の前にやってまいりました。今回も素敵なお部屋だと思いますけども、中入っていきましょう。はい、リビング。あ、なんか かわいいね、この格この机を別に。あ、お菓子があるんじゃないの。クッキーが置いてますね。こちらベッドルームという感じですね。今回ベッドがね、2ベッドルームということなんですけども、同じようなベッドが2つあるだけなんです。ここは省いて、でこっち、じゃーん。こちらはお風呂。いいですね。だんだん見慣れてきた感じではありますけども、やっぱりこういうテイストのお風呂が一番なんかいいですよね。景色眺めれますし、あの本当に見慣れちゃったので、まあそんなに感動はしてませんけども、すごくいいお部屋なんじゃないかなと思いますので、今日はここでゆったりしたいと思いますけども、ちょっと施設内探索したいと思います。スーパースイートグレード、2ベッドルームとリビングを備えた最も上質で最高級のスタイリッシュなお部屋。プライベート空間漂うバスルームからは六甲山の大自然を一望できます。ショップがありますよ。あ、なんかいろいろ売ってるわ。今からね、食事です。今日はこちらのお店貸し切り、人数が多いからっていうのもありますけど。いやー、いいな、すごいね。ね、お部屋になってますもんね。すごいな。みんななんか
ね、テーブルごとに分かれます。一番なんかね、特等席みたいな、いい感じじゃないですか。一発目、先付けみたいなの言ってましたけど、お魚美味しいですよ。先付け2種、じゃーん。はい、漢字が並ぶとちょっと目が疲れるので見てません。2品目来ましたよ。ワンワン煮物ですね、これはね。はい、来たよ、お刺身ちゃん。イカ、マグロ、金目鯛、大根らしいやつ。これ変わってる大根だね。で、これ。これね、ポン酢らしいです。次来たよ。サワラのなんちゃらついてました。今日ね、中華街で、むしゃむしゃ食べたから、またが作ってきましたね。次は、お鍋でーす。じゃあですね、お肉いきたいと思います。お肉をね、この中に入れてね、この温泉卵みたいなやつを溶きまして、すき焼き風にいただきたいと思います。いただきまーす。うん、うまい。こちらのレストランはエキシブの中でもとても素敵な雰囲気で、食事の方も美味しくいただけました。はい、おはようございます。朝食ですね。今から行きたいと思います。こちらね、山の上だからかもうとにかく気温が下がり、しまいには雪ですよ。六甲なんでね、車で行ってもいいかなとか1ミリぐらいよぎりましたけども、やっぱりこんな雪だと滑って怖いですよね。普通に歩いて登ってるだけで怖いですから。熱々のハゲジン、お目覚めの、お箸がちょっとなんか変わってる、ね、なんかこの温泉卵の入れ物がいいよ。すごい豪華。これ結構テンション上がるかも。なんかもうおかずだらけ、めっちゃあるよね、おかずがね。しかもこの鍋なんかな、味噌汁ですよ。でもやっぱこの芋がいい、今日は芋がいい、うまそう。とりあえずジュースもいただいた。で、いただきたいと思います。ちょっと芋がいいに興味がある。うまいや。はい、いかがだったでしょうか。今回も素敵な場所でしたよね。やっぱりサンクチュアリってのはいいですよね。どこも綺麗だしね。中に温泉も、まあ今回は温泉というよりは沸かし湯かもしれませんけども、常にね、こう入れる状態になっておりましたし、食事も美味しかったですし、山のね、上の方にあるからなんかすごい静かな場所でしたし、もう建物がとにかく私は綺麗なのが好きかな。総合的にね、すごく良かったんじゃないかなというふうに思いました。まだまだ他にもね、素敵な場所ありますので、引き続き皆さん、いいね、高評価、コメントなどなどですね、応援の方よろしくお願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。